ここは江ノ電の藤沢駅です。これから江ノ電に乗って鎌倉へ参ります。いざ鎌倉、待ってろよ。江ノ電の駅って本当レトロですね。まあ超昭和的というか、なんか外国的ないい雰囲気の駅です。江戸時代は旅といえば大山詣でか江ノ島詣で、お参り旅行しか許されていませんでした。明治になって旅行が自由になっても行くのはやはりお参り旅行。特に風光明媚な江ノ島へ向かう旅は大人気。早速鉄道が計画されました。江ノ島電鉄が開業したのが明治35年。現在の親会社の旧小田原急行鉄道が開業したのが大正12年ですから、江ノ島電鉄は随分古くからある会社なんです。いざ鎌倉ってよく言いますけど、これは誰が言い始めたか知っていますか？電車の中なんで声出して呼び出せないんですが、ここから呼び出します。博士、博士、博士。ああ、お前らちょっと手を抜きすぎとらんか。顔も出さんとわしを呼ぶんが、随分エロになったもんじゃの。ところで、いざ鎌倉って一体誰が言うたかって。ああ、なかなかええ質問するようになったの。これはの、能の八の木という謡曲から来たものなんじゃそうな。昔々の話じゃ。旅の途中で大雪に見舞われた旅の僧が、貧しい武士佐野源左衛門中男の家に泊めてもらっておったんじゃの。源左衛門はのええやつだな。金もないのになんとか頑張って温かい飯を作って出したんじゃ。しかし囲炉裏で燃やす薪がのうなっとったんじゃ。客人に悪いと思い、大切にしとった植木の梅や松を燃やして旅の僧をもてなしたんじゃの。ああ、ええ話じゃ。わしはこんなに落ちぶれてしまいましたが、鎌倉の武士です。どんなに貧しくとも武具と馬は手放さず大事に持っています。いざという時には真っ先に鎌倉へ駆けつける、その所存ですと言ったんじゃな。翌日旅の僧を送り出したんじゃが、しばらく経って源左衛門は幕府から呼び出しを受けるんじゃ。いざ鎌倉、ペペンペン、こっからこれが入るぞ、ペペンペンと痩せた馬に乗り、駆けつけた先に待ってたのは、なんと雪の日に家に泊めたあの僧だったんじゃ。ペペンペン。なんとあの雪の日の僧は幕府の執権北条時頼だったんじゃ。すごいの。時頼は源左衛門の言葉に嘘はなかったと褒め、大切なこの鉢植えを燃やしてまでもてなしてくれたお礼に、騙されて奪われた領地を取り戻してくれただけではなく、ペン、新たな領地も与えたんじゃ。これが八の木という謡曲のあらすじでござる。ペペンペンペン。まあこの話から、いざ鎌倉中言葉が世間で使われるようになったんじゃの。ところが鎌倉幕府は、いざ鎌倉中言葉があるにもかかわらず、身内同士の争いで戦いが絶えず、新田義貞に滅ぼされてしもたんじゃの。ところで今日の出番がこんなに早いちゅうことは、もしかするともう一回ぐらい呼び出しがあるちゅうことかの。ほな先に行って待っとくから、後から来いよ。江ノ電の面白いところって、一般家庭の軒先を通るところですよね。ここ知ってる、龍宮寺。
ホームギリギリ。すごいなこれは。越後駅に到着しました。江ノ電ってなんとも可愛らしくて、なんかとっても素敵なんですよね。駅は無人、そして電車はレトロ、いい感じです。その江ノ電の駅の中でもこの越後駅、4両編成なのに3両分しかホームがなく、先頭車両のドアが開かないんです。藤沢駅で越越で降りる人は一番前に乗らないように注意する表示がありました。さあ、それじゃあここから海岸へ目指していきましょう。見てくださいよ、なんと江ノ電は路面電車にもなってるんですね。途中でここは江ノ電が唯一路面電車になっているので人気があるというところらしいです。さすが、これあれですね、海のそばのショップって感じですね。江ノ島見えます。皆さん見てください、江ノ島が見えますよ。いやー、なんてったって湘南っていう、そんな景色ですよね。これで富士山が見えてたら最高なんですけどね。富士山はあっちに見えるはずです。越越地区は昔から漁業が営まれ、江戸時代にはカツオの一本釣りで有名で、初ガツオを江戸城へ献上する御用を務めていたそうです。小さく動く神社とあそこにありますが、あれ何て読むかお分かりですか？小百合神社っていうんです。小百合はここの地名なのですが、伊豆に流された頼朝に仕えた佐々木盛綱が風もないのに揺れる松を見て小百合の松と名付けたところから取られた地名です。歌舞伎ファンはピンときた人もいるかもしれませんが、佐々木盛綱は歌舞伎の有名な出し物、盛綱陣屋の盛綱です。もちろん私は知りません。英語です。ポツンポツンとおしゃれな店があって、生活になんかみんなの中に入り込んでいて、それがおしゃれですね。さあ皆さん、この万福寺の入り口見てください。すぐ目の前を江ノ電が通ってます。ちょっと信じられない光景です。すごいな。この万福寺は何といっても義経の悲劇の現場です。義経は1185年壇の浦で平家を滅ぼし、捕らえた平家の総大将平宗盛、清宗親子を護送して鎌倉へ凱旋しようとしますが、頼朝は義経が鎌倉に入ることを許さなかったのです。義経は弁慶と共にこの寺に滞在して有名な越越城を書きます。これが弁慶が書いた越越城の下書きです。内容は、私は鎌倉殿の代官に選ばれ、天皇の使いとなって戦い、平家に倒された父義朝の恥を注ぎました。今ここにあらぬ告げ口によってお叱りを受け、越越の地におります。なぜこんなにお怒りになるのでしょうか。正式の書状は頼朝には届かなかったと言われていますが、仮に届いたとしても武勲を挙げられなかった頼朝にとって、平家討伐で飛ぶ鳥を落とす勢いだった義経は妬みの対象になっていたのではないかと言われています。さらに決定的だったのが、義経が頼朝に無断で朝廷から任官されたことが他の武士に示しがつかないと頼朝の怒りを買ったようです。義経は越越にとどめ置かれ、頼朝は京より連れてこられた平家の総大将平宗盛、清宗に鎌倉で面会します。そして義経に京へ送還を命じました。その途中、近江の国篠原宿で宗盛が、野地口で清宗が斬首されています。
両名の首は六畳河原に晒されたそうです。義経も京に帰った後、頼朝の態度に我慢ができず反乱を起こしますが勝負あり、奥州に逃げますが討ち取られて首がここ腰越に運ばれ、首実験の後海に投げ捨てられたと言われています。その首は藤沢の首洗い井戸で清められ、白旗神社で供養されています。いよいよ海岸に出ました。この先の海岸が七里ヶ浜、そして由比ヶ浜へ続き鎌倉に向かいます。さあ今私は鎌倉高校前に今やってまいりました。駅から今こう降りてきたらたくさんの人と連れ違ったんですけど、耳に入ってくる言葉がほとんど中国語でした。この先に不思議な光景があるのでちょっと行ってみましょう。波が太陽に照らされてキラキラ光ってすごい綺麗ですよ。漫画のスラムダンクって知っていますか？漫画は読んでなくても名前は聞いたことありますよね。その漫画ファンにとってこの風景、この海岸、この踏切が聖地なんだそうです。漫画スラムダンクはバスケットボールを題材にした井上武彦さんによる漫画で、1990年から6年間週刊少年ジャンプで全276話にわたり連載された大ヒット漫画です。当時250万部売れて記録を作ったのですが、その後アニメやゲームになり世界中で話題になり1億7000万部も発行されているんだそうです。すごいですね。テレビのニュースとかでいっぱい見てましたけど、自分が今その中にいるのが何とも不思議ですよ。主人公の不良少年桜木花道がカバンを肩に乗せて踏切の前で江ノ電が通過するのを待つというシーンがとても有名なんだそうです。駅周辺はテレビドラマやCM の撮影に頻繁に使われ、数多くの映像作品に登場してきました。この風景こそ人々がイメージする湘南の象徴的な光景なんでしょうね。七里ヶ浜には以前からおしゃれなカフェやレストランがいっぱいありました。ここの人気レストランをいくつか紹介しましょう。1972年創業当時から変わらないカレーの味とポリネシアの雰囲気で愛され続けている七里ヶ浜のランドマークです。本店は少し先の住宅街にあります。本格的なイタリアンレストランアマルフィの本店です。デラセーラとは夕日という意味だそうです。全米ではすでに200店舗以上展開しているハワイの有名プレートランチ店です。ロン・ハーマンはカリフォルニア発のセレクトショップ、その有名ファッションブランドのカフェです。ちょっと江ノ電の珍しい写真を見つけました。この七里ヶ浜あたりを走る江ノ電です。絵はがきになった貴重な写真です。稲村ヶ崎に着きました。皆さん江ノ電乗るときはこの乗り降りくん800円でどこまでも1日乗れますからお得ですよ。いやこれはいいね。この景色はこのさ海がキラキラ光ってるっていうのがなんかよく映像では見ますけど、生で見ると本当すごい素敵。皆さんあれが稲村ヶ崎です。ここから見ると稲村ヶ崎は江ノ島のように島があって陸とつながったように見えますが、実は
この道路は山を切り開いて作った切り通しなんです。以前は険しい海岸線で、ここにはちゃんとした道はなく、ここから鎌倉の方には行けなかったのです。そこで新田義貞の有名な話がここで生まれました。新田義貞は後醍醐天皇の命を受けて、北条氏が執権をしていた幕府を攻撃して鎌倉幕府を滅亡させます。その時にこの稲村ヶ崎で事件が起こりました。それじゃあその辺の話、やっぱりあの博士にもう一回登場して説明してもらいたいと思います。博士、博士、休んでる場合じゃないよ、博士。待ちかねたぞ。新田義貞のことを話せってか。まあ一応歴史の教科書ではみんな習ったけどな、滝みたいにすぐ忘れるやつもおるからの。あいつはここだけの話じゃがダメじゃの。念のために言うぞ。鎌倉幕府は源頼朝が作ったんじゃが、じきに執権の北条氏が支配するようになったのは知っとるじゃろ。そこで新田じゃ。新田義貞はもともとは北条氏に仕えとったんじゃが、朝廷の復活を狙った後醍醐天皇に命じられて北条氏を攻めるんじゃ。鎌倉目指して群馬からなんか幕府軍を打ち破り鎌倉に向かう。ペペン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 。だが府中の武梅川らちゅうところで敗れるんじゃが、その後も粘り強く戦い、やっと盛り返して鎌倉に攻め込む。ペペンペン。鎌倉はの北の三方を山に囲まれ、南が海中、なんとも天然の城塞都市じゃったんじゃ。北条はの南は海じゃからこっちからは来られんじゃろうと油断したんじゃの。そこで新田義貞は厳しい海岸線で人が通れんと思われた稲村ヶ崎を無理やり通ろうとして、黄金の太刀を海中に投じて龍神に祈ったんじゃ。海に潮を引いてくれと祈るんじゃ。すると急に海が引き潮になり、軍勢がここを通り抜けることができたんじゃ。由比ヶ浜を通って幕府に不意打ちを加え、鎌倉を制圧、幕府を滅亡させたんじゃ。本当にすごい話じゃの。黄金の太刀で潮が引くかってか。それをわしに聞くか。漁師に聞いての引き潮の時間をちゃんと調べておったちゅう話もあるんじゃ。あ、連敗に連敗、もう疲れ切った兵士を勇気づけ元気づけるために一芝居を打ったちゅうことじゃ。物語は面白い方が楽しいじゃろ。少しは気ぃ利かせんか。そんな逸話が残っておるのがこの稲村ヶ崎なんじゃの。今はその隣にきれいな温泉ができとるから、歩き疲れたら温泉で休んでみるのもいいやろうな。なあ、あ、母ちゃん、どうじゃ、久しぶり、二人で混浴にでも入ってみるかの。あ、ほな、さいなら。あとは田辺さん、お願いします。行ってきます。のどかな江ノ電とピカピカの湘南海岸、なかなか楽しい江ノ電の旅でした。明るく開放的な海岸線に、近くには神の島江ノ島があり、この遠くには富士山が見える。今日は残念ながら見えませんでしたが、日本を代表する美しい景色がやはりとても魅力的でした。本当に今日は楽しかったです。同時に歴史的にはこの地が鎌倉の入り口でもあり、血眼臭い事件がたくさんあったところだったということも分かりましたよね。
でも腰越でこの絶望した義経もこの海岸でこの江ノ島と富士山を見て少しは気分が紛れたのではないかと勝手に想像しております。次回は鎌倉の大仏を目指して行ってまいりたいと思います。皆さんついてきてくださいよ。